どうも、漢字大好き漢検一級芸人のキクリンです。はい、ということでね、結構久しぶりの漢検関係のね動画になると思いますね。最近は知識検定1級とかちょっと宇宙の話とかしてましたんでね、漢検1級を受けてもう疲れ果てたその夜の感想の動画以来だと思いますけれども、本日は何をお送りするかと言いますと、漢検に関するね動きがございましたのでお送りします。今回の動画は次回2022年6月の漢検受験に関する重大発表動画です。はい。まあ、現時点で、前回受けた、漢検一級の結果に関しては分かってないんですけど、この分かってない状態に私は言っときたかったんですね。はい。受かってようが受かってまいが変わらぬ結論というか、変わらぬ決定をこの時点で私が出しました。まあ、早速ですけれども結論から言いますと、次回2022年の6月の漢検に関しましては私決めました。次回は漢検準一級を6年ぶりぐらいに受けてみたいと思います。はい、漢検準一級に私が受かったのはね、2016年ぐらいだと思うんですよね。だから6年前ぐらいですね。5回落ちた後に6回目に受かったこの漢検準一級なんですけども、まあ、なんで受けようかって思ったかと言いますとね、なんか最近よくネット上でも聞くんですよ。まあ、実際、知り合いも受けている人も言ってましたし、どうやら準一級が今かなり難化しているらしいと。ね、難しくなっているらしいんですよね。1年前ぐらいに私漢検準一級のこのね過去問をねやってみるみたいなね、動画をちょっと撮ったと思うんですよ。2020年にやったやつかな、2020年に やった2回分の漢検準一級をやってみたところですね、まあ確か180点175点ぐらい取れたのかな、2回分で。だからその時は私そんなに難化してないという結論をね動画の中で出したと思うんですけれども、どうもね、だから今年2021年度の準一級がかなり難化してたみたいですね。実際合格率が、普段だったら 15% とか、多い時で 30% 近くあるのが、一桁台になってたりしましたよね。うん。そして最新回も結構難しかったと聞きますね。これはちょっと質的な変化がもしかしたらあったのかもしれないなと思いまして、準一級が気になるというのも一つありますし、そして準一級に関してね、結構救いの手が差し伸べられてないんじゃないかなと私は思ったんですね。例えば一級合格に関するまあいろいろな動画とかね、サイトとかいっぱいあるじゃないですか。ね、それも優秀なサイトが、っていうか逆に言うとそれをやらなければ受からないぐらいのね充実した、サイトが漢検一級に関してはあるんですけど、準一級に関してはこのなんとなくのこう総論的な話とかが多いかなと思うんですね、サイト的にも。なので私が準一級の受験当事者になることで、本当に準一級受けて、そして実際私も5回落ちてるんで苦しんでる最中の人がいるはずなんですね。そういう人たちのかゆいところに手の届くような何かコンテンツを出せればいいなと思ったんですよね。実際ね、我々一級受験者、そして一級合格した人は準一級の時にも苦しんでたはずなんですけど、やっぱり喉元すきればじゃないですけど、一級の苦しさを知ってしまうと準一級に関しては大体こう答えちゃうんですね。準一級に関しては公式本と、あとはカバー率っていうね、これカバー率っていうのをやっときゃいいんじゃないってね、カバー率と公式本をやっとけば準一級はまあ受かると思いますよって、大体この判を押したにこれを答えちゃうんですよね。まあ、実際そうなんですけど、でも私準一級で落ちてる当事者の時はそのカバー率と公式をやっていながら落ちてたんですよね。ですからこれあったとしても、この正しい使い方とか集中してやるべきポイントに関してやっぱり何かコツみたいなものがあると思うんですよね。そういうのを当事者にもう一回戻ることで何かお伝えできるんじゃないかなと思うんですよね。あとこれもね、もうだいぶ前に買ったやつですからね、今だったら新しいのに変わってると思いますので、このカバー率の2021の新しいやつもね、ちょうど今注文してね、間もなく届くと思うんですけど、そういうのやってみてその違いとかもご報告したいと思いますしね。まあ、とりあえず2021年度の漢検準一級の、まあ、問題集がまだ発売されてないんでね、それをちょっと買ってみたいですよね。
どれだけ難しくなってるのかと確認したい。噂によるともう1級でベタモンすぎて出なくなったやつがなんか準1級に降りてきてるみたいな話があるんですよね。1級で出そうなクラスのやつが準1級でなんか出てんじゃないかとかいう噂もありますしね。あと、まあ、ここまで話したのはね、まあ、嘘の気持ちじゃないんですけど、まあ、準一級で苦しんでる人を、の助けになるような動画を作りたいっていうのは、まあ、本心ではありますけど、ちょっと綺麗事っぽいじゃないですか。さらに本心の部分をいきますと、一級っていうのは、受ける人が最大でも1000人ぐらいですよね。ってことは、一級に関する攻略法動画は、最大で見てくれて1000人ってことになっちゃうんですよね。一方準一級は、まあ、1万人はいかないのか、でも6000人とかそれぐらい受験する時もありますよね、はい、7000人とかもあったかな、5000人以上の人が準一級を受けるわけです毎回ね。ってことは準一級に関する動画の方が見てもらえる可能性もあるんじゃないかなっていうちょっとね下心も正直ありますね。実際私の動画で1万再生とか超えてるやつって、準一級にも言及してるやつなんですよね。ってことは準一級受験してもきっと見てくれての1万超えなんですよね。ですから、まあ、本当に、助けになりたいっていうのもプラスそこにもうちょっとねこのキクリン動画の需要が増えるんじゃないかっていうね、したたかな思いもありましてっていうのもあって、準一級受けてみたいなっていうのが、本音でございます。いやそれは分かったと。その上でじゃあ準一級も受けつつ、一級もリピーターになればいいじゃないかと思いのね、一級リピーターの方とかいると思うんですけど、いやーちょっとやっぱ一級っていうのはね、今の一級っていうのはあまりにもやらなきゃいけない範囲が増えたんでね、本当一級を本気で受かろうとしたらやっぱね準一級と同時とか僕の現在の実力でちょっと不可能ですね。それは無理なので、まず一旦今の準一級はどうなってるかっていうのを、探りたい、ね、その上で、まあ、今後ねもう一回一級の受験に戻る可能性はありますけれども、とりあえず次回に関しては、準一級の当事者として、準一級に関する、攻略とか、痒いところに手が届くね、この本をやればいいんですよっていうねこの判を押したような返しじゃない、何かこうね、アドバイスができればいいなと思って私漢検準一級の現役受験者に一旦戻ることにいたしました。ということでね、準一級に現在、挑んでいるね、当事者。私が5回落ちてた時みたいにね、今まさにこの現在進行形で苦しんでる人もいるはずですから、そういう人の助けになるような動画を今後は上げていくことにいたしますので、ぜひそういう方はですね、改めてチャンネル登録よろしくお願いいたします。私も今の準一級がどうなってるか探るの非常に楽しみでございます。そして一級リピーターとか一級の合格目指している方もですね、私聞くのは決して一級のことを忘れたわけではございませんので、とりあえず次に関してはね、今宅建をやってるっていうのもありますから、ちょっとね同時進行一級のとの同時進行はちょっと現時点ではなかなか難しいので、一旦漢検準一級に集中させていただきます。以上、漢検準一級の動画を上げてもう一回1万再生超えを狙いたい芸人のキクリンでした。Mm-hmm.